こんにちは、こじこじです。今回は Amazon で揃えられる僕の考えた本格的な自宅コスプレ撮影環境を実際に作りながら紹介していきます。去年10年ぶりねコスプレ再開したので、最近のねコスプレイベントの状況は知らないんですけども、やっぱり流行り病の影響でね減ってるんじゃないかと思います。かといって自宅にね映えるスポットがあるかというと、そんなにね家に映えるスポットってないと思います。僕は動画投稿しているのでね、背景こういった感じでちょっと映える感じになってはいるんですけども、映ってない部分、カメラの向こう側だったり、後でね映ると思うんですけども、足元だったりあっちの方だったりね、結構汚いお部屋なんですが、今回は Amazon で購入したこちらの2つを使って自宅コスプレ環境を作っていきます。まずこちら、背景用の布、サイズに関しては 2.2 メートルの 1.5 メートルで2000円で購入しました。でこちらにね柄が印刷されちゃってるんですよね。裏面なんですけども紙が入ってるとかじゃなくて、後ろ面に直印刷です。機能的といえば機能的なんですよね。押し入れとかタンスにしまった時、ここ見ればね柄がどんな柄だかね一目瞭然です。でまあここ見ていただければね柄わかると思うんですけども、赤から黒にだんだんなっていくクラシカルなねものを購入しています。実はこちら半年前に購入していまして、ハロウィンの時期に使おうかなとか思っていたんですけども、ちょっとその時期は調子が悪くて、クリスマスお正月とねこういった赤い感じすごく使えるなと思っていたんですけど、その時期はちょっとね忙しかった。そして今春節旧正月ということでね、なんとか最後使うチャンスじゃないかということでね、こちら使おうと思います。で今回ねシンプルなデザインだったので2000円と安めなんですけども、サイズだったりこの柄によってね値段変わってきます。多分2000円が最安なんじゃないかなと思います。続いてこちら、背景用のスタンドです。今回ニーワーという中国製ブランドのものを購入しました。現在使っている撮影環境、ライトだったりがねニーワーのものを使っていて気に入ってるのでね、値段5000円とねちょっとお高めだったんですけども、ニーワーの商品を購入しました。まあニーワーといってもね中華製なので、同じ中華製だと最安のものでね3000円とかから販売されているので、予算だったり Amazon の評価を見てねご自身の環境に合ったものをね買うのが一番いいんじゃないかなと思います。でこちら背景用スタンドなんですけども、三脚の足が1本足のものと2本足のものがあるんですけども、今回は1本足のものを購入しています。2本足のものだと結構ね部屋が広くないと置けない感じになっていて、1本足のものだとね部屋が狭くても1本の足で立ってるだけなので、まあ布用のね 2.2 メートルの幅があればなんとか置けるかなといった感じです。それでは早速開封していきます。とその前に補足なんですけども、収納してある状態のサイズ感に関して 90cm×10×10 の箱に入っているので、部屋の隅にね置いて収納できるんじゃないかなと思います。それでは開封します。開封端からですね、半年前に買ったのに1回もね開封しなかったという、ちょっともう返品も効かない感じです。それでは肝心の中身なんですけども、よいしょっと、こういった感じで、ニーワーの専用の袋に入ってるので、本当にね部屋の隅にかけておけば、まあ、何が置いてあるのかも全く分かんない感じですね。なんかぐちゃぐちゃっとした紙が入ってたんですけども、こういった感じでニーワーのカスタマイズサービスについての紙が入ってました。それでは肝心の中身ですね、こちらマジックテープで固定式となっていて、袋から出すと背景用の布を留めるクリップ、そして背景用のスタンド一式ですね。中華製の商品だと結構ね、あの何ですかね、粗悪品というかすぐ折れちゃったりする三脚とかあったりするんですけども、かなり硬いです。全く曲げられたりできそうにないです。それではねセッティングしていきます。まず背景スタンド、こういったね2本の棒があって、片一方こんな感じでね、なんか中国の武器っぽいんですけども、こちらとこちらを合体させて、こういった感じでね T 字のものを作ります。もうこの時点ででかい。続いてこちらが三脚部分、足を広げて、とりあえずここね緩められるので足広げて、とにかく部屋が狭い。大体の日本人のね
カタログこんな感じなんじゃないかと思います。とにかくね狭い、まあ、でかい。そして三脚の足広げるとね思ったよりもでかいです。これだと場所なくなっちゃいそうなのでちょっとすぼめます。多分なんですけど正直ねこれぐらいすぼめておかないとどうしようもないかなって感じがします。それではここのね T 字部分つけていきます。ネジで固定式なので固定してちょっとねゴムがついてるんですよ。ゴム固めですね。こういった感じでしっかりねしっかり力入れなきゃそんなグラグラすることないかな。しっかりとね支えてくれます。そしてここでね背景用の布ですね。半年経ってやっとね使うこの布なんですけども、まあ、いい感じのカラーですね。ちょっと折り目ついちゃってる。とりあえず両端固定しました。このねクリップなんですけどもすっげー硬い。手鍛えるやつこうあるじゃないですか。それ並みに硬い。全然開かねえ。これで高さをね調節して完成です。ということでこういった感じで一部分だけね撮影スペースできました。ちょっと半年間放置しちゃったので折り目がついててみっともない感じもあるんですけど、逆になんかねあの音楽室のカーテンっぽくていいですね。ということでスマートフォンで縦撮りしてコスプレしてみました。今年うさぎ年だからねバニーの格好するといいよってねエロい人に聞いたんですけども、まだね着れてなかったんですよ。ギリ春節ということでね間に合ったかなということでね何枚かね写真撮ってみたいと思います。やっぱり背景がしっかりしていると生活感が全く出ないので、イベントのブースやスタジオなんかで撮っているような本格的な感じが出ます。ただポーズとか写真の構図とかがちょっと今一つなので残念な感じになってしまいました。さらにこの後椅子に座った構図で撮ったんですけども、なんかお店のバックヤードで撮ってる感がパない感じの写真になってしまいました。まあ、これはこれで面白いっちゃ面白いのでありなのかもしれません。最後ちょっと悪ふざけして写真撮りました。ということで今回は Amazon で揃える僕の考えた本格的な自宅コスプレ撮影環境、実際に作ってコスプレしてスマホでね写真撮って紹介してきたんですけども、いかがだったでしょうか。今年うさぎ年ということでねバニーの格好するといいよというねエロい人に聞いたんですけども、エロい人ってねネットでねエロい人に聞いたんですけどもちょっとね露出多くないみたいな感じ個人的にしてます。ただメグインさんの動画で、まあ、最悪ねここにね絆創膏とか貼っとけばね OK みたいな、あとエガちゃんの動画とかでもねここに絆創膏貼っとけば OK みたいな感じのことを言ってたので多分大丈夫なんじゃないかと思っています。この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが、言えたから僕のモチベーションが上がります。またこっちに前回前々回の動画あるんですけど、まだ見ていないよという方いましたぜひぜひ見ていただけると非常に幸いです。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。